釣り忍ぶ、山本周五郎。勝手口で半台を下ろした定次郎は、帰ったぜと言いながら腰高障子を開けようとして、ほーっと目をそばめた。張り替えたばかりの障子紙に将棋の駒形で囲って魚定と書いてある。まだ書いたばかりと見えて炭の香りが匂っていた。ため子の仕事だなぁと定次郎は微笑し、天秤棒を立てかけながらその障子を開けて、帰ったぜおはんと言った。うちの中はしんとしていて、狭い勝手の暗くなった流し元のあたりに蚊の声が高く聞こえ、蚊やりの煙がこもっていた。彼は手を伸ばして棚に伏せてある皿を2枚取って戻り、半台を開けて皿の一つへうるめの開きを3枚、他の皿へ3枚に下ろしたさよりを乗せた。その時隣の勝手口が開いて、お宮という御家が顔を出し、あらお帰んなさいと言った。むくんだような顔におしろいが濃く、髪は今言ったばかりのようにいやらしいほどつやつやと油で光っていた。おはんさんいないんですかとその御家は含み声で言った。今しがた声がしていたようでしたけどね。ゆえでも言ったんでしょう。おぶうはもう行ってきたのよとその御家は言った。あたし一緒になって流しっこをしてきたんですもの。おはんさんめっきり肌に油が乗ってきたのね。定次郎は曖昧に、へえと首を振り、勝手へ入って2枚の皿をネズミいらずの中へ入れた。そこへおはんが帰った。小走りにどぶ板を踏んできて、おかえりなさいと後ろから声をかけた。浮気をしてちゃダメじゃないのとその御家がおはんに言った。大事なご亭主を取られちゃってよ。だからおちおち使いにも行けないのよとおはんは答え、定次郎の後ろから私しましょうかと言った。魚をしまったんだと彼は言った。いいうるめがあったぜ。あらうれしいとおはんは乾いた声で言った。久しぶりだわね。そうして天秤棒を持って勝手へ上がった。隣の御家は家の中へ入り、定次郎は半台を井戸端へ運んだ。向こう長屋の女房たちが三人何かしゃべりながら洗い物をしていて、彼のために場所を開けた。彼はぶっきらぼうに挨拶をし、景気よく水を使いながら半台や包丁を洗い出した。あたりは黄昏の色が濃くなって、長屋裏の空き地の方に子供を呼ぶらしい女の声が語尾を長く引いて物悲しく聞こえた。洗ったものを勝手口へ運んでいると、相長屋のため吉が通りかかった。定次郎と同じ年の23で版木を彫る職人だった。今帰ったのかとため吉が声をかけた。よく稼ぐな。お互い様だと定次郎は答え、障子に書いてある字へ顎をしゃくった。たかがぼて振りに魚定とは照れるぜ。それじゃあしだしよ、御料理とでもするか。勝手にしやがれ。ため吉は喉で笑い、後で一番どうだと言った。よかろうと定次郎がうなずいた。じゃあ飯を食ったら来るぜ。いいとも。いいけれどもゆえどうだ。あいにくだが湯の帰りだと言って、ため吉は濡れた手ぬぐいを見せ自分の家の方へ去っていった。定次郎が先頭から戻ると、一間っきりの六畳に行灯がついており、おはんが七輪で缶の湯を沸かしていた。彼は縁側へ出て行った。縁側と言っても六尺切りで、すぐ目の前に隣長屋の塀があり、わずかな引き合いから宵の空が覗いているだけであった。彼は濡れ手ぬぐいをかけながら軒下に下がっている釣り忍ぶを見つけ、指でつまんでみて、
それが水を含んでいるのを確かめた。彼はふんと鼻を鳴らし、戻ってきてうちわを持って禅の前に座った。おはんは魚の皿や缶どくりを運び、やがてかぶっていた手ぬぐいやたすきを外して禅の向こうに座った。さよりの片身は糸作り、片身は吸い物になっていた。うるめは焼いて他に二品。わかめにあさりのぬたと塩昆布の小皿が並べられた。ぬるかったらごめんなさいと言っておはんが酌をした。今度もまた乾いた声のようであった。定次郎は一口すすり、よかろうと言ってうちわを使いながらおはんを見た。おはんはにっとびしをしたが、頬のあたりがこわばっていた。どうかしたのかと定次郎が言った。ごめんなさい、断りなしにあんなこと書いてもらったりしてとおはんが言った。いけなかったかしら。噂だかと彼は言った。いけなかねえさ、それを心配していたのか。おはんはうなずき、だがすぐにうつむいて首を振った。定次郎はゆぶかしそうにおはんのうつむいた顔を見守った。どうしたんだ、何かあったのか。今日ね、とうつむいたままおはんが言った。あんたの兄さんって人が来たの。定次郎は、はぁ、と口を開いた。声は出さなかったが、その口を開いた顔には、恐怖にも近い、驚きの色が現れた。俺の兄貴だって？と彼はどもった。バカなことを言うな。俺に兄貴なんぞが。いいえ、聞いたわ。とおはんは遮った。日本橋の通り三丁目の越前屋っていう呉服屋さんよ。お名前は佐太郎。あんたはその人の弟だって言ったわ。そいつは大笑いだ。いいえ、とおはんは言った。あんたを見かけた人から聞いて訪ねてきたんだって。定次郎っていう名前だって合ってたわ。しっかりしてくれ、と彼は言った。定次郎なんて名前は吐いて捨てるほどあるぜ。俺には親父と弟がいる。赤羽橋で魚をしているが、感動されたんで出入りはできねえ。だがもうちっと辛抱すれば、うちへ帰れる。親父にも弟にもきっと会わせてやるって。何度も話してあるじゃないか。本当にそうなの？とおはんは目を上げた。本当に？俺にゃあ兄貴なんざありゃしねえ。ひとちげえだ。ああよかった。とおはんは胸を押さえた。私その人の話を聞いてどうしようかと思ったのよ。どんな話を聞いたんだ？もういいわ。はい。とおはんは酌をした。その人、弟さんに家へ帰ってもらいたいんですって。ずいぶん探していたらしいから、人違いだと分かったらきっと、がっかりすると思うわ。定次郎はふんと言って、端を取った。また来るとでも言ってたのか。四五日したら来るそうよ。とおはんが言った。それまで黙っていてくれって口止めをして言ったわ。今度来たらそう言ってやれ。うちは赤羽橋の魚金のせがれでございます。嘘だと思ったら魚金へ行って聞いてくださいましって。きっとがっかりするわね、とおはんが言った。優しいいいお兄さんのようだったわ。飯にしよう、と定次郎が言った。ため子が将棋を指しに来るんだ。あら、いやだ。まだ将棋？そう言うな、三番切りだ。そして彼は、杯を伏せた。二人が食事にかかったとき、ため吉がやってきた。定次郎が手早く茶漬けで片付けるうちに、ため吉は縁側の方へ将棋盤を出した。三寸厚みのクスノキの板へ、
ため吉が縦横を掘って漆で埋めた。手作りながら凝った盤である。二人が駒を並べ始めると、おはんが立ってきて、縁側へ蚊取りを置き、二人にうちわを渡して自分は後片付けにかかった。三番という約束が五番になり、大安寺の十時の鐘が鳴ったので、ようやくため吉が駒を置いた。これまでにしよう、とため吉は言った。明日は早くから仕事があるんだ。おめえでも仕事をするのか？米びつがせっつくからな、とため吉は大きなあくびをしながら言った。おはんさん、すまねえが茶をいっぱいくんな。おはんが、はい、と言っていそいそと立った。ため吉が帰ると間もなく、定次郎が戸締まりに立ち、縁側から、まだ釣り忍を捨てねえんだな、と言った。おはんは寝床を敷きながら、目が出そうなのよ、と答えた。嘘をつけ。枯れちまったものに目が出るか。あら、ほんとよ。昼間見てごらんなさい。小さな目のようなものが出ているから。どっちでもいいが欲しかったら買えばいいじゃないか。だって惜しいのよ。とおはんが言った。ここへ所帯持った時に買ったんだし、あたしはきっと目が出ると睨んでるんだもの。へえ、睨んでますかね。それじゃあ御眼力を拝見するとしよう。と定次郎は言った。戸締まりを済ませ、寝巻きに着替えているとおはんが寄ってきて、聞いてごらんなさい、と隣の方を指さした。なんだ、と定次郎はおはんを見た。しんとしてるでしょ、とおはんはささやいた。このごろいつもこうなの。何が、こっちで寝床を敷くと決まってしんとなるの、とおはんはささやいた。今夜もつい今まで物音がしていたんだけれど、私が寝床を敷いたらぱったり音がしなくなったのよ。それがどうしたんだ。あら、やだ、分かってるじゃないの、とおはんは定次郎の耳に口を寄せて、聞いてるのよ。定次郎はおはんを睨んだ。バカ、と彼は言った。そんなところへ気を回すやつがあるか。だって本当なんだもの、とおはんはささやいた。でもいいわよ、聞きたいなら聞かしてやるから。私そんな遠慮なんかしやしないんだから。よしてくれ、と彼は言った。こっちで願い下げだ。定次郎は蚊帳の中へ入った。そっちの壁一重隣には御家のお宮が一人で住んでいる。夕方ちょっと見たむくんだような顔の濃いお白いと油で光っていた髪とが目に浮かび、定次郎は胸が悪くなるように思って反対側へ寝返りを打った。あくる朝、彼がすっかり支度をしてわらじを履いていると、ようやく外がしらみかかってきた。あがりがまちに膝をついていたおはんは定次郎の顔を見てクスクス笑った。何を笑うんだ。菓子でからかわれてよ、とおはんが言った。目の縁がクマができてるわ。殴るぞ、と定次郎が言った。おはんは戸口の外まで送って出た。路地には稼ぎの煙が濃く漂い、稼ぎに出る人たちの姿がそこここに見え、そしてどこかで赤子の泣く声が高く聞こえた。中二日置いた三日目の晩、夕飯の後で定次郎が、引っ越しをするぜ、と言い出した。おはんは別に驚いた様子もなく、あら、どうして、と聞いた。どうしてということもないが、横網の裏にいい空き家があるんだ。あら、そう。それに、と定次郎は隣へ目をやって、聞いているなんて言われたんで、寝てっから気味が悪くていけねえんだ、と言った。いい口実ができたわね、
とおはんが立ちながら言った。わけは他にあるんでしょ。定次郎はおはんを見た。おはんは食べた後片付け、後を片付けて勝手の方へ行きながら、また兄さんが来ましたよと言った。定次郎の顔がそれとわかるほどこわばった。おはんは勝手で洗い物をしながら、今度はすっかり話を聞きました。もうごまかしてもダメよと言った。定次郎が通り三丁目の越前屋の次男であること、兄の佐太郎は26歳になり、その生母は早く死んで、後添いに来たママ母が定次郎を産んだこと、兄弟は3つ違いでずっと仲良く育ったが、定次郎は18区の頃からぐれ始め、外泊したり酔って知らんのように暴れたり、クルアから金の無心の使いをよこしたりするようになったこと、それ以来棚のようなどは見向きもせず、家にいても朝から叫びたりで、酔うと決まって乱暴し、隙があれば金を持ち出すという始末で、二十歳の冬ついに親族合議の上勘当されたことなど。しかし兄は弟の乱行を信じなかった。何か訳があると思った。例えば越前屋の相続を兄にさせるためにわざと勘当されたというような、おそらくそれが本当の理由だろうと佐太郎はおはんに言ったそうである。そんなバカなことがあるかと定次郎が思わず言った。兄貴は越前屋の僧侶だ。家を相続するのはどこだって僧侶に決まってる。弟の俺が勘当されなければならないなんて、そんな変な理屈があってたまるもんか。勝手が不意にしんとなった。水を使う音や器物の触れ合う音が止まって、それからおはんがこっちへ来た。前掛けで手を拭きながらこっちへ来て、定次郎の前へ座り、引きつったような目で彼を見つめながら、やっぱり本当だったのねと言った。赤羽橋の魚屋のせがれだなんて言って、本当はやっぱり越前屋さんの息子だったのね。おめえには関係のねえこった。私が芸者だったからとおはんが言った。私が門前町なんかの芸者だからでしょ。だからどうしたってんだ。私の素性が素性だから欲でも出しゃしないかと思って隠したんでしょ。俺がそんな人間だと思うのか。あんたは隠してたわ。おめえには関係のねえこったからだ。定次郎は言った。俺は格帯に前掛けで客にお世辞笑いなんぞできる性分じゃねえ。たとえボテ振りでも魚屋と衣商売が好きなんだ。俺にはこいつが性に合ってるんだ。2年も夫婦でいるんだから、おめえにもそのくらいのことは分かってるはずだ。それじゃあ本当にお店へ帰る気はないんですか。ねんにゃあ及ばねえ。だからこそ引っ越しをしようと言ってるんじゃないか。待ってよとファンが言った。越前屋の兄さんはあさってまた来るの。私それまで黙ってるって約束したのよ。そんなことを気にするな。だってこの前も約束を破っちゃったし、今度こそ大丈夫ですって言ったんだものとファンは言った。それに本当にあんたがそのつもりなら、会って話してちゃんと分かってもらう方がいいじゃないの。兄貴はおふくろだの義理だのと並べ立てるだろう。俺は口下手だからかなやしねえ。口じゃあかなわねえから引っ越す方がいいんだ。だってそれじゃあ義理が悪いわ。お前までが義理かと定次郎は吐き出すように言った。よしてくれ。おら義理に縛られるくれ綺麗なことはねえんだ。
おめえが嫌なら一人で引っ越しちまうぜ。おはんはため息をつき、そんならいいわと言った。それほど嫌ならそうしましょう。でもすぐに引っ越していけるんですか。うん、敵を撃ってきたと貞次郎が言った。兄貴が四五日に来ると言うから半日商売休んで探したんだ。天気がちょっとおかしいが、降らなかったら明日やっちまおう。まあ、とおはんが言った。まるでお膝元が火事みたいな話ね。何が。貞次郎は妙な顔をした。おはんは下り顔で、だって急にバタバタすることをそう言うんじゃないのと言った。バカだなと貞次郎は笑った。それは足元から鳥が立つようだと言うんだ。それをしゃれてみたのよ。しゃれたもんか。まるっきり例えが違うわ。あら、いやだ。何が違うの。座ってるそこんとこが割れてと貞次郎はおはんの膝の先を示した。下の赤いものが覗いてることを言うんだ。おめえが教えたんだぜ。あら、ほんと。とおはんは決まり悪そうに赤くなり、自分の膝の崩れている裾前を直しながら言った。じゃあ私はお膝元が滝だったのよ。滝だったわね。バカだなと貞次郎が言った。水色の滝っていうのがあるかい。じゃあなんて言ったらいいの。なんとも言やしねえさ。嘘。あんた私が学問がないと思ってバカにしてるんでしょう。よさねえか。こんなことは学問たは縁のねえ話だ。今日は空き家探しでくたびれた。おら、もう寝るぜ。と貞次郎は横になった。夜中から雨になったらしい。明くる朝はかなり強い降りで、なかなか上がりそうもない空模様だった。遅い朝飯を済ませて、荷造りでもしておくかと言っているところへ、ため吉が将棋を指しに来た。徹夜で仕事をしたが、目が冴えてしまって眠れないのだという。二三番付き合ってくれ。よかろう。お別れ将棋だからな。みっちり揉んでやるぜ。お別れだって。うん、横網の方へ引っ越すんだ。横網って本所の横網か。そうだ。へえ、小石川から本所とはひどく高飛びだな。おめえの桂馬みてえだ。よし上がれ、などと言いながら二人は盤に向かって座った。昼ちょっと前にため吉は帰った。一杯つけるからと言ったが、ため吉は人の家では決して飲み食いをしない。俺の酒はわがままだからというのが口癖であった。彼が帰った後、貞次郎とおはんは家財道具を片付けにかかった。貧乏所帯のことだから荷造りなどというほどのものはない。一時ばかりで すっかり済ませ、二人で銭湯へ行ってきて飯にした。それから貞次郎は差配へ行き、差配から町役へ回った。移転の件と人別を移す届けである。雨はやや小降りになり、どうやら天気は回復するのだろう。水戸様の屋敷の森の小緑色がぼーっと明るく霞み立つように見えた。家へ帰って戸口を入ろうとすると、おはんが顔を出して、兄さんよ、と囁いた。なるほど、土間に傘と足田があった。黙ってろ、と彼は囁いた。貞次郎はそのまま引っ返そうとした。するとおはんの後ろから、なぜ逃げるんだ、と言って貞郎が顔を見せた。貞次郎は振り返って、うん、と不決断に目をそらし、逃げやしないさと言いながら家の中へ入った。佐太郎は26という年より老けて見えるが、色の白い面長の引き立った
目鼻立ちで完璧な強いの辛抱強く抑えているといったふうな性分が感じられた。紬島の一重に小倉の角帯、紺色だしの前掛けをきちんと締め、白足袋を履いていた。定次郎の方は日に焼けている上に骨太であたくましく、眉のあたりに幾何の気象らしい似たところはあるが、他にはほとんど共通点はないし、浴衣に三尺であぐらをかいた格好はかしこまっている兄の姿と極めて対照的に見えた。おはんが茶を入れ替えているうちに佐太郎はもう話し始めていた。うちへ帰ってくれというのである。定次郎はその話はごめんだと首を振り、まっぴらだと言った。それではすまないんだと佐太郎はゆっくり言った。私はお前の気持ちを知っている。おっかさんにも親類中にもよく話した。みんなもうわかってるんだ。だから帰ってくれ。俺の気持ちを知ってるって？お前が道楽を始めたのは、私がのれんを分けて別に店を出そうと言い出してからだ。おら、そんなことは知らねえ。私はおっかさんに相談した。と佐太郎は言った。私はこの商売が好きだし、自分で言ってはおかしいが、腕にも自信がある。親譲りの店を守っているより、自分の腕で三丁目に負けない店を仕上げてみたい。私はおっかさんにこう相談したし、お前にはおっかさんから話があったはずだ。おはんが二人の前へ茶を勧めた。定次郎は顔を背けて、おら、そんな話は聞きもしなかった、と言った。それならそれでもいい、と穏やかに受けて、佐太郎は静かに茶をすすった。聞かなければ聞かないでもいいが、と佐太郎は続けた。それじゃあ家を出てから急に道楽が止まったのはどういうわけだ。あれほど手に負えなかった道楽がピタリと嘘のように止まって。これはおはんさんや長屋の人たちに聞いたんだが、夏冬なしによく稼ぐし、酒は晩飯に一本、付き合いでも午後とは飲まないというじゃないか。そんならもっと道楽していればいいとでも言うのか？と定次郎が言った。へえ、道楽なんてものは飽きればやむものと昔から相場は決まってら。それもそうとしよう。と佐太郎はうなずいた。相場通りでも道楽が止まって真面目になれば感動なんていうものは自然と消えるし、うちへ帰ってもいいはずだ。俺はまっぴらだ。俺は今の商売が性に合ってる。堅苦しい。飽きんどなんかまっぴらごめんだ。つまり自分さえ良ければいいのか？と佐太郎が静かに言った。おっかさんの気持ちや私のつらい立場などは構わない。自分の好きなように生きるためには、旗の者が泣こうと嘆こうと、知ったことではないというのか？旗の者が泣くって？死んだお父っつぁんのことは言わない。だが、おっかさんはお前が出て行ってから、一日として泣かない日はなかった。私は丸二年以上も、毎日そばでそれを見ていたし、親類中でも知らないものはありゃしない。ことにお前が道楽を始めたわけを話し、家を出た後真面目に稼いでいると分かってからは、一日も早く帰ってくるようにってみんなが待ちに待っているんだ。と佐太郎はなだめるように言った。佐田次郎、頼むよ。とにかくもう一度帰っておくれ。私からも頼むわ。とおはんが佐田次郎の後ろで言った。兄さんのおっしゃるのが本当よ。おっかさんが泣いて待ってらっしゃるんですもの。あんたにはあんたの考えが終わりだろうけれど、ここはどうしたってお帰りに
ならなければいけないと思うわ。お前までがそんなことを言うのか、と定次郎は振り返った。俺が家へ帰るということは、二人が夫婦別れをすることなんだぞ。いや、そんなことはない。と佐太郎が強く遮った。このまますぐというわけにはいかないが、親類のどこかへ預かってもらって、遅くとも一年くらいうちには。冗談じゃねえ。と定次郎は首を振った。兄貴はそのつもりかもしれねえが、おら、おふくろの気性を知っている。おはんのような女をおふくろがうちへ入れるか入れねえか、そんなことは考えてみるまでもねえこった。それだっていいわ、とおはんが言った。あたし、二年もかわいがってもらったんだもの。そうするのが皆さんのためになるなら、あたし身を引いてもいいことよ。おめえ、夫婦別れをしてもいいっていうのか。そうじゃないけど、でもそうする方が皆さんのためだし、あんたのためなんだから。もしもあんたが帰らなければ、誰よりもおっかさんに申し訳がないし、あたしの罪になるわ。定次郎。と佐太郎が言った。私は約束したことは必ず守る。時期さえ少し待ってくれれば、きっと二人を一緒にしてみせる。きっとだ。定次郎。お願いよ、あんた。帰ってちょうだい。定次郎は目をつむった。額にしわが寄り、唇がすぼまった。彼は目をつむったまま、帰るとすればいつだ、と言った。佐太郎は、ああ、と緊張した。緊張から解放されたように、吐息をついてお飯を見、そして弟に答えた。明日の夕方、親類が、うちへ集まることになっている。時刻は6時だから、お前は少し遅れてくる方がいいだろう。すっかりお膳立てができてるんだな。おっかさんの喜ぶ顔が見えるようだ、と佐太郎は言った。おはんさん、ありがとうよ。いずれ後のことは、相談に来るから引っ越しは伸ばして、もうしばらくここにいておくれ。おはんは微笑しながら、うなずいた。声が喉に詰まって出ないらしい。微笑も惨めにこわばっていたが、思いついたように、あら、すっかり暗くなったのね、と言いながら、行灯をつけるために立ち上がった。佐太郎は冷えてしまった茶を飲み干し、もう一度おはんに礼を述べて、座を立った。弟には、ではまた、明日。と言っただけで別に、念は押さなかった。定次郎は仰向けに寝転んで、兄を送り出すおはんの声を聞いていた。佐太郎が去るとすぐ、おはんは、かやりを炊き、それを定次郎の脇に置いてから、買い物をしてくるわ、と言って出て行った。その夜おはんはウキウキしていた。しばらくのお別れだからというので、手料理のほかにうなぎを取り、酒も三本つけて、今夜は私もいただくわ、などとはしゃいでみせた。自分では相当うまくやっているつもりらしいが、何もかも下手くそで、ちょっと指の先でどこかをつつかれても、声を上げて泣き崩れるだろうということがあからさまに伺われた。定次郎はあまり口を聞かず、もう飯にして余生でも行こうと言ったが、おはんは首を振った。今夜は二人でゆっくり話しましょう。考えてみると、二年一緒に暮らしてきて、しんみり二人っきりで話したっていうことがないじゃないの。とおはんは言った。もう少し飲んでちょうだいな。いや、もうたくさんだ。そんなら私が飲むわ。お酌してちょうだい。苦しくなるぜ。大丈夫よ。
こう見えても門前町にいた自分には酒が強い方じゃ負けなかったんだから。ああそうそう、あんた私とああなった時初めてだって言ったわね。よしてくれ。あんたはまごまごしたわ。慣れてるって顔をしながらどこでどうなっているのかも知らないですっかり上がってたじゃないの。酒がこぼれるぜ。こぼれるのは酒ばかりじゃないことよ、あんた。よせ。隣へ筒抜けだぞ。いいわよ、お酌。あたし、あんたが初めてだって白状するのを聞いて、愛しさのあまり泣けてきそうだった。前から何か訳のある人だと思っていたのよ。あんたは道楽をして感動されてるって言ってたけど、感動されるほどの道楽者のようには見えなかったわ。何か他に訳があるんだなって思っていたら、そうよ、あれは夫婦約束をした晩だったわね。よく聞いてみたら初めてだって白状したわ。感動されるほどのものが女の体を知らないなんて。やっぱり訳があるんだなって思ったら、私悲しくって愛しくって。おいと貞次郎が遮った。もうたくさんだ、飯にしてくれ。待ってよ、お別れじゃないの、まだここに一本残ってるのよ。そんならその話はよせ。いいわ、それじゃあ今度は私が白状するわ、とおはんが言った。私一つだけあんたに嘘を言ってたのよ。貞次郎はおはんの顔を見た。私佃島の漁師の子だって言ったわね、とおはんが言った。それから両親に死なれて兄弟もないし付き合う親類もないって、あれ嘘だったのよ。貞次郎は目をそらした。本当私松の家の娘だったの、とおはんは続けた。母さんと呼んでいたのが本当の親で、昔柳橋で松つけて言えば踊りでも誰にも負けない売れっ子だったそうよ。今だって門前町では相当にやってるし、私が帰っても1年や2年は平気で遊ばせておいてくれるわ。わかった、と貞次郎が言った。そして1年か2年うちには俺と一緒になれるって言うんだろ。ふん、いい気なもんだ。おはんは貞次郎を見た。兄貴もいい気なもんだし、おめえもいい気なもんだ、と彼は脇へ向いたまま言った。もう一度断っておくが、どう間違ったっておふくろは承知しやしねえぜ。俺にゃあ分かってるんだ。だから松の家の娘だなんて今さら嘘を言ったところで始まりゃあしねえ。俺はそんなことを真に受けて安心したような顔のできる人間じゃねえんだ。いいわよ、そんならそうしときなさい、とおはんは顔を背けた。本当のことは自分だけしかわからないって言うんでしょ。えらいわよ、あんたはえらいことよ。えらかはないさ、俺はただ傷の痛さを知っているだけだ、と貞次郎は言った。自分の傷が痛いから人の傷の痛さもわかるんだ。それだけ残った。おはんは片手を畳へついてガクッと頭を垂れた。それから私酔っちまったわ、と口の中で言い崩れるように横になった。貞次郎は帰りの煙がおはんの方へ行くように起き直し、うちわでそっと風を送った。苦しいんだろ、水を飲むか。大丈夫よ、
ちょっとこうしてればいいの。と、おはんが喉声で言った。ごめんなさいね、あんた。貞次郎は答えなかった。おはんはこちらへ背を向けていたが、やがてこっちへ来て、とささやいた。貞次郎は立っていて、なんだ、とのぞいた。おはんはたまとで顔を隠したまま、片方の手を出した。貞次郎はその手を握りながら座った。するとおはんはもう一方の手を、彼の肩にかけ、びっくりするほどの力で引き寄せながら、抱いて、と言った。貞次郎が抱くとおはんは身をもんで、締め付け、頬ずりをしながら泣き出した。お前が帰れと言ったんだぞ、と貞次郎がささやいた。俺じゃあねえぞ。これでいいの。もっときつく抱いて。とおはんはむせびながら身をもだえて、もっときつく、これでいいの。つらくって泣くんじゃないのよ。2年もかかってもらってうれしいからよ、あんた。貞次郎は唇でおはんのそれを塞いだ。雨の音が絶え、裏の方で虫の鳴くのが聞こえ始めた。間もなくどぶたを踏む足音が近づき、戸口の外で、さださん、うちか？とため吉の呼ぶ声がした。おはんは素早く両手で貞次郎の頭を抱え、唇で彼のそれを力いっぱい塞いで、返事のできないようにした。足音が戸口を離れ、表の方へ行きかかるとひっそりしていた隣で障子が開き、御家のお宮が、さださんいらっしゃるでしょ、という声が聞こえた。今まで声がしていましたよ。呼んでごらんなさいな。ええー、何？とため吉が言った。用じゃねえんだ。また後で寄りますよ。そして足音は通りの方へ去っていった。あくる朝、まだ暗いうちに貞次郎起きて、貸しへ行くから支度をしてくれと言った。2年の間、ひいきになった客先へ、黙ってよすわけにはいかない。稼ぎがてらの挨拶に回ってくるというのであった。おはんはまだうとうとしていたが、貞次郎の言うことを聞くと、すぐ元気に起き上がった。貞次郎が倉庫へ行き、顔を洗って戻ると、おはんはかまどを焚きつけていた。彼は裏の雨戸を開け、濡れた手ぬぐいをかけようとして、ふと目をそばめた。軒から下がっている釣り忍ぶに目が出ているのである。弱そうな小さな目が三つ、一つはまだ巻いているが、他の二つは朝緑の葉を開いていた。ほう、と彼はつぶやいた。枯れてはいなかったんだな。そして、おはんと呼んだが、思い返した様子で、あとは言わずに、六畳へ戻った。買ってからおはんが覗いて、何か言って、と聞いた。貞次郎は、あとでいいんだ、と首を振った。晩に着ていくもののことなんだが、まさか浴衣でも行けねえだろう。チヂミの線筋があるじゃないの。まだ二三度きゃ手を通さないから、あれがいいわよ。そうか、あれがあったか、貞次郎が言った。あたしが鳴海絞り、あんたがあのチヂミで、とおはんが言った。一緒に吹屋町へ行ったわね。森田座だったろ、猿若町だ。貞次郎が言った。あの年から町名が猿若町と変わったんだ。ひどくいぶるぜ。彼は咳をしながら顔を背けた。あら、ごめんなさい、と言っておはんは慌てて障子を閉めた。彼は咳をしながら素早く目を拭いた。貞次郎はいつもの時刻に出かけて行き、いつもより少し遅く帰ってきた。
待ちかねていたおはんは、すぐに家へ行ってらっしゃい、とせき立てた。には、あたしが洗うわ。もうそろそろ5時になってよ。いいさ。俺は遅れて行く約束なんだ。と定次郎は言った。商売道具だけは自分で洗うよ。そう言って彼は飯台を井戸端へ運んでいった。それから湯へ行って戻ると、おはんが膳立てをして待っていた。おはんは髪を結い、化粧をして、その朝の話に出た、なるめしぼりの一重に着替えていた。定次郎はちょっと目を見張ったが、何も言わずに手ぬぐいをかけに行き、目の出ている吊るしのぶをもう一度眺めた。断っておくが。と定次郎を膳の前に座りながら言った。キザなことは一言も一個なしだぜ。そうよ。とおはんは微笑した。これでも私だって江戸っ子ですからね。よかろう。じゃあ、杯はおめえからだ。あら、やだ。それは祝言の時にする順よ。どれよ。と定次郎は勘どくりを持ちながら言った。同じこった。おはんは杯を取っていただくわ、と言い、目を伏せながら酌をしてもらった。一合の酒を二人で飲み、軽く食事をした。どちらも別れのことには口を触れなかったし、おはんはいつもより陰気でもなく、目立つほどはしゃぎもしなかった。ただ食事が終わって、定次郎が身支度にかかったとき、送っていってもいいでしょ、と聞いた。いいけれども。と定次郎はおはんの顔を見ずに言った。少し遠すぎるぜ。だって、どうせカゴでしょ。お棚の近くまで送って、カゴで帰れば大丈夫よ。ですか、と彼は言った。いいでしょう。おはんはうれしいと言って、後ろから定次郎に抱きついた。二人は通り三丁目の角で別れた。おはんは自分のかごを待たせておいて棚の近くまで一緒に来た。越前屋は白屋町の角にあり、棚は土蔵造りで間口七軒。棚蔵が二棟あって、その後ろが住まいになっており、奥蔵が二棟あった。日が暮れたばかりで往来は人通りがにぎやかだったが、その辺は大きな商家が多く、大抵は大戸を下ろしていた。定次郎は曲がり角で立ち止まり、おはんの方は見ずに、じゃあ、と言った。ええ、とおはんがうなずいた。いいわ、行ってちょうだい。すぐ帰るんだぜ。心配しないで。私は大丈夫よ、とおはんが言った。行ってちょうだい。定次郎は離れていった。彼は一度も振り返らなかった。横丁に面して住まいの出入り口がある。住まいの方だけ塀を回し、門から格子口までひとまたぎではあるが、植え込みにも敷石にも涼しげに水が打ってあった。玄関へ出てきたのは若い女中で、定次郎の知らない顔だった。彼は兄を呼んでもらった。佐太郎は飛んできた。よく来た、と言った。さあ、お母さんの部屋へ行こう。いやあ、それは後にしてくれ、と定次郎は首を振った。後にするって？と佐太郎は不審そうに弟を見た。どうして後にするんだ？皆の前で一度会ってからにしたいんだ。佐太郎は弟の顔をじっと見つめた。そうか、と佐太郎はうなずいた。感動は親類合議の上だからな。いいだろう。ではすぐ着替えをしよう。それも後にしてもらうよ。だってその格好ではあんまりだよ。そうだろうが、と定次郎は兄を見た。門付きの片びらに
袴を履いた兄の姿を見ていった。俺はまだ感動が許されてないんだし、それにこいつはおはんがこしらえてくれたもんなんだ。佐太郎は口をつぐんだ。わかった。とすぐに佐太郎はうなずいた。それも帰っていいかもしれない。では2階へ行こう。堅苦しくなるといけないと思って、皆さんには始めてもらっているからね。佐田次郎はうんと言った。2階の十畳では酒が始まっていた。席の上下をなくすために床の間の前に病病立て、親類の人たち7人と母のお道が並び、端の方に佐太郎と佐田次郎の席があった。棚内で白金町さんと呼ばれる糸綿卸商の二兵が年笠の57、次が牧町の扇屋善兵衛、佐田次郎氏には白金町と扇屋の二人が昔から苦手で、たった一人だけ好きな小伝馬町の村田という木綿問屋では、肝心の主徳蔵でなく息子の平吉が来ていた。お道は2年余りのうちにひどく肥えて、胸も腰もはち切れそうに肉づいているし、膨らんだ頬は酒を飲んだためもあろうが赤く、佐田次郎には人違いをしたかと思うほど変わって見えた。佐太郎は弟と二人で下座に座り、みんなが静まるのを待って挨拶をした。かなりくどいもので、ご親類の皆さんのおかげでという言葉が合いの手のように入り、佐田次郎がどんなに真面目で稼いでいたかというこという事実や、もう店を任せても大丈夫だし、これなら自分がのれんを分けて出ても大安心だということを、佐太郎らしく誠実な唇でゆっくりと述べた。佐田次郎は神妙に頭を垂れていた。彼は兄の言うこともほとんど聞かなかったし、並んでいる人たちも見もしなかった。母親にさえ目を向けずに、いかにも神妙に黙ってうなだれていた。佐太郎の挨拶が済むと、年役だからと断って、白金町が串を切り、佐太郎から詳しい話を聞いたので、親類合議の上、感動を解くこと、なお今後の辛抱で、辛抱が大切であることなどを述べ、ではまず、おっかさんから杯をあげてください、とお道に言った。佐田次郎は母の前へ行って座り、母から杯をもらった。佐太郎が調子で給仕をした。よく帰っておくれだった。とお道は指で目を押さえ、口の中でつぶやくように言った。よかったね、佐田さん。あたし、嬉しいよ。佐田次郎は黙って飲み、黙っておじぎをした。佐太郎がそばから、今度は白金町さんだ、とささやいた。佐田次郎はもう一度お辞儀をして立ち、二兵の前へ行って座った。この糸綿卸長は分け知りぶるのが好きで、口では酸いも甘いも噛み分けたようなことを言うが、実は底なしの輪食と我の強いことで親類中から疎まれていた。今も佐田次郎に杯を取らせながら、若いうちの道楽は後の薬になるとか、一度ぐらい感動されるようでなくては心から固くはなれないとか、しきりに調子のいいことを並べ、いやーおめでとう、これで本家も大盤石だなどと言った。佐田次郎は口をきかなかった。ただ頭を下げ、杯を受け、それを飲んで相手の言うことを聞き、また黙って頭を下げるだけであった。こうしてすっかり回ってから、兄と並んで自分の席に座った。こんなめでたい晩はない。今夜は一つ、無礼講と行きましょう、と二兵が言った。佐田さんも飲んでください。久しぶりで、飲みっぷりのいいところを見せてもらいましょう。
すると待っていたようにみんながにぎやかにしゃべりだし、村田の平吉が定次郎の前へ来て、一ついただきましょうと杯を求めた。定次郎は自分の膳にある杯を取って渡し、酌をしてやったが返杯は拒んだ。私は勘弁してくださいと彼は言った。酒で感動までされたし、この頃はずっと飲んでいないんですから。いやそれはいけないと白金町の二兵がその席から言った。今夜はめでたい晩だし、さださんの祝いなんだから、さださんが飲んでくれなければみんなも飲めませんよ。今夜だけははばかりだが、年役の私が許します。いいから飲みっぷりのいいところを見せてください。では私が一つと扇屋が立ち上がった。私が一つ勧め役になりますかな。そして勘どくりを持ってこっちへ来た。定次郎が渋るとみんなは余計に飲ませがたがった。兄の顔を見ると兄もうなずいたので、やむを得ず少しずつ飲んだ。客は次々に立ってきて、彼に杯を求め返杯をする。いよいよ佐太郎が分家をし、定次郎が越前屋の主人になるのだということが一人一人の言葉や態度に現れていた。控えめに飲んでいたと思ううちに気がついてみると、定次郎は椀の蓋を持っていた。佐太郎ははっとして彼の膝をこついた。定次郎と佐太郎はささやいた。それでは大きすぎる、杯にしないか。いいさと彼は言った。白金町のお許しが出たんだ。年役の白金町さんが飲めっておっしゃるんだから飲むよ。大事な晩だからねと佐太郎はまたささやいた。言われると私が困るよ。大丈夫、そのぐらいのことは心得てるさと彼は答えた。心配しなくても大丈夫だよ。定次郎の前は変わる変わる客が来て座った。彼は機嫌よく杯を交換し、自分は椀の蓋で飲んだ。しかしいかにもしっかりしているので、佐太郎は白金町の相手をしようと自分の席から立ち上がった。すると定次郎が、兄貴逃げるのかと言った。佐太郎はびっくりして振り返った。定次郎の顔は青くなっていた。もうよせと佐太郎がささやいた。お前酔ったぞ定次郎。そこへお道も立ってきた。向こうでハラハラしていたらしい。前へやってきて、定さんもうおよしなと言った。定次郎は顔を背け、母親に向かって手を振った。うるせえ、あっちへ行っててくれと彼は荒々しく怒鳴った。おら、おふくろで嫌いだ、顔を見るのは嫌だ。定次郎と佐太郎が静止した。おめえも嫌いだと定次郎は怒鳴った。兄貴もで嫌いだ、いいからおめえもあっちへ行ってくれ。声が高いのでみんな話をやめてこちらを見た。定次郎は手を伸ばし、周りの膳から勘どくりを集めて、それらを汁わんへ注ぎ、筒芸様に2杯もあおった。定さんとみちが言った。お願いだからやめておくれ。だっておふくろのためだぜと定次郎は言った。おめえの血肉を分けたせがれが越前屋の跡取りになるんだ。その祝いに飲むんだから飲ましてくれ。それから兄貴と彼は佐太郎に振り返った。おめえだって男をあげるんだ。今夜はおめえにもおめでてえ晩だからな。おら飲むぜ。いけない、お前酔いすぎだぞと佐太郎が言った。もうそれでよして、少し横にならないか。俺を黙らせるつもりか定次郎、佐太郎が言った。俺を黙らせようってのか、
そうはいかねえぞ。と定次郎はあぐらをかいた。今夜の居合はおふくろと兄貴のもんだ。俺のじゃあはね、白金町さん、村田の兵さん、扇屋さんもその他の親類の皆さんにも言いて、おふくろは自分の腹を痛めたせがれにこの越前屋を継がせたかった。それがその通りになったんだから嬉しいだろう。また兄貴はなさぬ中の弟に店を譲って自分はのれんを開けて一本立ちになる。こいつもきれいなやり方だ。さすがは若旦那だと褒められて、あっぱれ、男をあげるだろう。だが俺は、と彼はまた汁碗をあおった。この俺はどうなる。おふくろが実の親だから長男を追い出して越前屋の跡取りに座り込んだ。兄貴の財産を横領した。世間ではそう言うぜ。世間ってやつはそういうもんだし、こいつは一生ついて回るんだ。ふん、てめえの子に越前屋を継がせるおふくろは本望だろう。兄貴も男をあげていい心持ちさ。だが義理を知らねえやつだと一生言われる。俺はどうなるんだ。一生涯恥知らずだと言われる俺のことを、ただの一人でも一遍でも考えてくれたものがあるか。二兵が定さんと言いかけた。定次郎はうるせえとわめき、前にあった自分の膳を足で蹴った。皿小鉢が割れ、魚が飛んだ。定次郎は持っている汁碗を突き出して、酒がねえぞ、酒を持ってこいと叫んだ。おふくろと兄貴の祝いだ。おふくろと兄貴を祝って飲むんだ。酒を持ってこい。こいつ、と佐太郎が言った。佐太郎は弟に飛びかかった。弟を押し倒して押さえつけて拳で二つ三つ殴った。それから強引に引き起こして、出て行ってくれ、と叫び、お道の前へ手をついた。おっかさん、と佐太郎は言った。おっかさんにはすみませんが、定は私から改めて感動します。それは私の言うことですよ、とお道が震えながら言った。あんな子は私の子じゃありません。私がたった今感動します。皆さんも聞いてくださいまし。私は定次郎とは縁を切りました。もう親でも子でもありませんから、どうぞそのつもりで、と言いかけて、お道は袖で顔を押さえながら泣き出した。定次郎は体をふらふらさせて真っ青になった顔で唇をゆがめてせせら笑いをした。出て行ってくれ、と佐太郎が言った。もうお前には愛想が尽きた。すぐにここを出て行ってくれ。いいとも、と定次郎は立ち上がった。いいとも、願ったりかなったりだ。へっ、と彼はみんなを眺め回した。へっ、彼は肩をすくめた。つまらねえがん首が流れんでやがら、ざまあ見やがれだ。彼は障子へ寄りかかった。髪が破れ、障子の骨が折れた。あばよ、とわめき、定次郎はふらふらと階段の方へよろめいていった。玄関へ降りると若い女中が追ってきて彼の雪駄を出した。彼はその女中の背をたたき、もう一度あばよと言って玄関を出た。定次郎が門の外へよろけ出ると、暗がりから飛びついたものがあった。あんた、と彼を支え、どうしたの、と言った。おはんであった。定次郎はびっくりした。ひょいと身をそらせたが、すぐに片手をおはんの肩へ回した。喧嘩しちゃったのね。
おめえ帰らなかったのか。あんた喧嘩しちゃったのね、とおはんが言った。あたしあの2階のお座敷が静かになるまでと思ってここで見ていたのよ。帰れって言ったじゃないか。あたし聞いたわ、あんたが怒って怒鳴る声や何か乱暴でもするような音が聞こえたわ、とおはんが言った。どうするのよあんた。うちへ帰るんだ。帰るんですって。今度こそ縁が切れた、と彼はひょろひょろ歩きながら言った。今度こそおめえと俺で逃げ隠れをせずに暮らせるんだ。お前さ、当藩は彼にすがりついた。あたし、あら危ない。貞次郎は何かにつまずいて、お藩が支える暇もなく転んだ。お藩も引かれて転びそうになり、それから彼を立たせようとした。ちょっと休ませてくれ。苦しいのね、とファンが言った。あたし、カゴを呼んでくるわ。乗馬を知ってるのか？あたしのが待たせてあるのよ。おはんは彼の半身を起こした。ちょっと、こうしていてね。すぐそこだから、我慢してて。おはん。と、貞次郎を呼び止めた。釣り忍ぶに、目が出ていたな、と言おうとしたのだが、首を垂れて手を振った。よかろう、呼んできてくれ。寝転んじゃダメよ、と言ってお藩は小走り通りへ出て行った。貞次郎は足を投げ出して地面に座り、垂れたままの首をゆらゆらさせた。すまねえ、と彼はかすかに口の中でささやいた。おっかさん、兄貴、堪忍してくれ。間もなくこっちへ来るカゴの棒花の提灯の火が見えた。